ある国にとても仲のいい王子様と末っ子の王女様がいました。王女様の名前はエリサ。みんなから愛され、とても幸せに暮らしていました。ある日、エリサたちの父親である王様が新しいお妃と結婚しました。お妃は子供たちが大嫌いでした。すぐにお妃はエリサを遠くの農家に預けました。そして11人の王子様の悪口を王様にたくさん言いつけました。なんじゃと。さあ、とっとと城から出ておゆき。王様はお前たちが大嫌いだそうだよ。お前たちの顔など二度と見たくない。言葉を話せない鳥にでもなって遠くの空へ飛んで行っておしまい。月日が経ち、15歳になったエリサは一旦お城へ帰されました。エリサ、なんて綺麗に。違う、お前なんかエリサじゃないよ。でも私は確かに。嘘をついて城に入り込もうたってそうはいかないよ。この娘を追い出しておしまい。たちならもうとっくにここにはいないよ。どこに行ったかも知らないね。さあ、早く外へ。ちょっと待って。お兄様。どこへ行ってしまったの。エリサ一人残してもうクタクタ。私のお兄様たちを知らないかしら。11人の私のお兄様。11人の知らないわよね。どこへ行ったのか私だって全然わからないんだもの。知ってるかもしれない。森のおばあさんなら。こっちこっち。おばあさん、おばあさん。あーや、ローリー、この娘さんは。11人の王子様ね。いつ頃の話だい。それがよくわからないんです。11羽の白鳥なら見たことあるよ。白鳥。ああ、金の冠をかぶってとても仲良さそうで。それはどこですか。あの小枝の行き着く先だよ。ありがとうございます。ローリーもありがとう。私を待っていてくれる。
エリサ、エリサだね。お兄様、そうなんですね。エリサ、綺麗になって。そうか、エリサも苦労したんだな。いいえ、お兄様たちのことを考えれば、私など…エリサ、僕たちは太陽が空にある間、白鳥の姿になってしまうんだ。太陽が沈んで、初めて元の姿に戻れる。まあ、じゃあ明日の朝になればまた？うん、だからエリサ、お前も一緒に僕たちと行かないか？行くって？海の向こうの僕たちの住むところに。美しいところだよ。うわぁ、行きたい、行きたいわ。あ、でも私は空を飛べない。大丈夫だよ、僕らが連れて行ってあげる。僕らの目指す土地はまだ遠いけど、今夜はここで休もう。疲れたでしょ、お兄様たち。大丈夫だよ、さ、おやすみ。お兄様たちを元の姿に戻すにはどうしたらいいのかしら。私は妖精、兄さんたちなら救えるよ。え、本当？でもそのためにはお前さんの勇気と辛抱が必要だ。できるかね？できるわ。どうすればいいの？ほら、この辺りに生えているイラクサで糸を作り、その糸で11枚の上着を編みなさい。それを白鳥にかけてやれば呪いは解けるよ。ただし11枚全部編み終わるまで一言も口を聞いてはいけないよ。お姉さんたちは急にエリサが口も聞かずに働き出したのを不思議に思いました。けれど次第にエリサが自分たちのために必死に何かをやろうとしてくれていることに気づきました。それから何日かが過ぎ、あなたはなぜこんなところにいるのですか？一人なの？11枚全部編み終わるまで一言も口を聞いてはいけないよ。あなたのように綺麗な人を見たのは初めてだ。名前は、うん、なんと？エリサ？エリサだね。美しい名前だ。よかったら私と一緒に城へ行きませんか？心配いりません。馬を、ほっ。お城へ行ってもエリサは一言も口を聞かず、毎日毎日編み物ばかりしていました。何としてもエリサと結婚したいと思っています。ダメです、あんな娘など。私は構いません。王様が構わなくても国の民が許しません。王様ご存知ですか？ん？あの娘もしかしたら魔女かもしれないという噂があるのですぞ。魔女？まさか。ですがおかしいではないですか。あのような美しい娘がたった一人であんな海辺の崖の上にいたなんて。イラクサの上着もようやく10枚目が編み上がりました。
さあ、あと一枚。しかし、残りの糸が足りないことにエリサは気づきました。こんな夜中におかしいではないですか。墓場といえば魔女の集まる場所。やはりエリサは魔女だったのですぞ。そんな、エリサを牢屋に閉じ込めろ。はっ。あ、大司教の言葉にさすがの王様も逆らえませんでした。エリサが魔女であるという噂はあっという間に広がり、エリサを火炙りの刑にするのだ。おエリサが魔女であるはずがない。なぜ私だけでも信じてやらなかったのだ。エリサ、下ろせ。ちょっと待ってくれ。なりません、王様。エリサは魔女です。許すわけにはいきません。いいんだよ、エリサ。辛かったろ、こんなに傷だらけになって。ありがとうございます。そうだったのか。でもごめんなさい。エリサ、エリサ、エリサ。あの方は神の使いかもしれない。目を覚ましておくれ、エリサ。僕の腕が戻った。エリサ、エリサ、あなたを疑った私を許してくれますか。王様、私は幸せです。さあ、顔を上げてください。エリサと11人のお兄さんは王様の国でいつまでもいつまでも幸せに暮らしました。